こんにちは、久しぶりにオーディオの動画をアップしたいと思います。今日はですね、アンプのご紹介なんですけど、ここに実はお借りしてるアンプがあるんですよ。せっかくお借りしてめちゃくちゃすごい素敵だったんで、動画にちょっと収めて、せっかくなら皆さんに知っていただこうかなという趣旨でございます。めっちゃちっちゃいこの可愛いアンプなんですけど、こことここで分離しております。電源部分と、それからこうコントロールができる、これここでプリメインアンプっていうことになるんですけど、これどういった製品かと言いますと、47研究所さんというメーカー、ご存知ですかね皆さん。私は初めて知ったのは、小さいこう木製のスピーカーでおなじみというか、私が個人的に大好きなフィリティムサウンドさんの、こういう製品を初めて取材とかで出会った時に、うわいい音ですね、買いますって言って買ったりしてるんですけど、その時に、試聴の時にフィデリティムサウンドの中島さんが持ってきてくださったのが、その47研究所のプレイヤーとかアンプだったんですよね。で、組み合わせとしてすごいちっちゃくて、やっぱりすごい完結してる世界観があって、素敵って思ってたんですけど、そこでこう出会ったアンプをね、今回こういうあられ組っていうのが登場したと。で、この私の持ってるこのあられ組、釘とかを使わない製法で、日本ならではのマスですね、日本酒飲みたくなりますね、そういうこう木と木をクッてやったシリーズでアンプが出たっていうことで、私がね、こうこのシリーズ好きなのをご存知で、聞いてみますかっていうことでお貸し出しくださったんですよ。ありがとうございます。欲しい。そう、それでね、使ってみたらやっぱり相性もうすごい良かったですね。で、そもそもこの天然木を使った小さいスピーカーがすごい好きなのは、去年の終わりにも私のこのチャンネルで動画作ったんですけど、 WAF っていうお話があって、フィデリティムサウンドさんのものを作る時に、女性がね、一人でこうセッティングしたりとか、価格帯的にも、まあ、働く女の人たちがね、そんなに苦しまずに大人のたしなみとして程よく、でも絶対クオリティ的には下げないみたいな、そういうもので WAF ウィメンズアクセプタンスファクターっていうのを打ち出して仕事されているっていうのがあって、そこの WAF の観点からすごくこう数値っていうのは分からないんですけど、その要素が高いよねっていうところで言うと、これはもうほんと軽くて音も良くて価格帯的にもリーズナブルでいいと。で、あられシリーズ、こちらもね、 WAF がね高い。どうですか女性の皆さん、この天然木のシリーズすごくほっこりするし、でね、音がいいです。本格的です。どうしてそういうことが起こるのか、こんなに小さいのにっていうので、ちょっと私もわからないんですけど、その47研究所さんが、その WAF 大好き人間の私にこれ聞いてみたらって送ってくださって、本当にありがとうございます。送っていただいた箱を開けたらですね、ちょっと驚愕だったのが、この、この、ペラーっていう、これが一番ふーって入ってただけだったんですね。何も説明がないと思ったんですけど、それでもちゃんとできましたから、もう直感的にいけますからね、繋いだらできるっていうやつでした。ただ、まあちょっと製品のスペックをね、ここに書いてあることを普通に言いますと、あられシリーズ4749で 15W×2 アンプって書いてあるんですよ。中で 15W ずつちゃんと右と左で独立してますよっていう、そういう製品で、完全モノ構成って書いてあるのはそういうことだ。モノラルというか、その右と左でちゃんと分かれて、完全に分かれてます、こんな小さいけどっていうことだと思うんですよね。で、入力3系統のうちインプット3を MM4 の入力選択可能と書いてある。どういうことかというと、こんなに小さいけれども、プレイヤー3つつなげられますよ、3つのね、こう機材いけますと、こんな小さい。
で今これ実は外してあるんですけど、あちょっと後で裏見せます。であと書いてあることは価格大事、どうでしょうね、これいくらだと思いますかって、音のことも何も言ってない、すごくいい音なんだけど、この見た目で13万2000円かっこ税込みでございます。ごくごく一般的な、その音が出る何かはそれイコール家電であるという考え方からするとびっくりされる方もいらっしゃるとは思いますが、オーディオ製品としてはめちゃめちゃ、このクオリティはめちゃめちゃ安いですクオリティではっていうことですよ。これ単体で音が出るわけでもないし、プレイヤーもスピーカーも別に必要なのに13万円高いっていう、その感覚があることは私も承知でございますけれども、やっぱりね、オーディオ製品として考えた時にはこれはね、安いと思いますね。でもフォの入力付きっていうのがあるんですよね。フォの入力付きだと13万7500円税込みっていうふうに。で寸法がこれ正方形の、これ立方体ってことになるんですね。 118×118mm 11.8 センチずつしかないです。かわいいよ。はい、じゃあちょっと近づけてお見せしますけど、これが独立してまず1個あって、こっちすごく軽くて、こっちはややねずっしりするんですよ。これが、おお、これはやっぱりちょっとずっしりする、アンプですからね、こうなってますけどね。ちょっと近づいて、今これプレイヤーもスピーカーもお見せするために外してあるんですけど、よいしょ、近づいてお見せしよう。すごいいいところがあるんですよ。これまず音がね、本当に本格的にしっかり鳴るよっていうところですね。いい音したよ。仕組みからいくわ。ちょっと話がちょっとやや支離滅裂になって申し訳ない。はい、こうなっていて、後ろが、よいしょ、あ、前面にこのフォの入力がまずあるんですよね。で、こっちも右と左、これライン入力ですね。赤白のケーブル、ね、RCA ケーブルと言われますけど、それもちゃんとこうなっていて、で、1系統目、2系統目、そしてフォの入力。で、ここスピーカーね、左と右ってなってます。で、これがこの完全モノ構成ということで、わざわざこの右と左で、専用のケーブルがついてきますから、これでその電源部分と合体するわけですけども、何がいいってね。何がいいってね。このね、ボリュームがちゃんと右と左のスピーカーでこうね、別々で、行くわけですよ、完全物って。このね、クリック感。ちょっとマニアックかもしれないですけど、音しないんですけどね、わずかにね、クリック感があるんですよ。ここがね、いいですよね。右と左でちゃんとしっかりこうね、ボリューム合わせたいけど、1,2,3 ってこう感じられるわけですよ。まあ、見た目ではわかりますけど、だいたい12時のところとかね。でも12時からちょっとだけとか言って、1,2 とかってこう感じながら調整ができる。このクリック感が優しくていい。私はカメラも趣味でやっていて、やっぱりレンズのね、マニュアルフォーカスの時のクリック感とかトルク感とかってすごい大事に思っているんです。気持ちがいいとか、もうこれはとかあるんですけど、これはね、気持ちいいですね。で、このスイッチがですね、説明書特に何も書いてなかったんですけど、オペレートとか、まあ、これで動くよって、で、真ん中があって、下に行くとスタンバイモードになるんだけど、このね、このなんか細い、ね、あ、ピン立ってるかな。この細い感じのね、スイッチの感じもいいんですよ。これはちょっと音聞こえますかね。で、こう、インプットは1にしますか、2にしますか、とかね。選べて、フォノにしますか、下げる。というね。ああ、いい感じ。このメカメカした、メカメカってことでもないですけどね。このね、なんか、肌触り感がね、気に入ったポイント。音はいいんですよ。もちろん音いいんだけど。大事じゃないですか。こう、機械を扱うときの、その手触りというか、感触ってすごい私は大事に思っている。これがあって、
もうこのね、電源のところちょっとこの見た目からすると涼しいでして一瞬ってびっくりしたんだけど、こういうのね、こういう電源になってるの。これこれはね、お貸し出しいただいた箱には入ってなかったので、つなぐのは、ね、私は自分で持ってる、こういうのね、ちゃんとした電源こういうので取ってますけど、よいしょ、重いなって言ってもね、こう WAF は高いよ、一応片手で支えられる。で、こっからこの先ほどの右と左の完全モノ構成ってやつ。つなぐというわけですよ。いいんだな。よいしょ。どうです、この、やっぱり、あられ組は、あられ組のスピーカーと置くと、もう、完璧ってなりますよ。で、これで鳴らしても、本当にね、もちろん私の好きなスピーカーなので、いい音がするんですけど、余裕がねすごいやっぱりある。 15W15W であるから、こちらのあのスピーカー、もうちょっと筐体の大きいスピーカーで鳴らした時にもゆったりいきます。で、ちょっと後ろに見えちゃって、こちらはあのフロアスタンディング型の、あのもっともちろんゆったりしてるんですけど、今回はこっちはまだ使って、あの繋いでないんですよね。っていうのはちょっとこれは別の系統の、 あの繋がっちゃってて、どうして今これで聞いてるかっていうと、ここに見えますか、ちょっとここにちっちゃく見えてると思うんですけど、ちょっとどうしても配線の関係で後ろ行ってるんですけど、あのストリーマーを繋いでいます。これはね、ブルー OS っていうので動かすブルーサウンドノードっていうやつですね。今ここの部屋で使ってるノードは少し前のモデルのもので、ノード 2i にマーク1なんだ、ノード 2i っていうやつをつないでいます。で、どうしてもねストリーマーで弾きたかったんですよ。これ、ここにストリーマーをつないでいます。なぜか小バズが始まりましたよね。待ったよ。なんかね、去年ぐらいからもう来るぞ来るぞってなってて、まだかまだかと思ってたんですけど、ようやっとね、先日から小バズがスタートして、まあハイレゾのあのストリーミングサービスっていうことで、すごく音がいいってみんなが言うんで楽しみにしてたんですけど、ようやっと私も時間がゆっくりできたので、アカウントを作って、あのまず1ヶ月無料お試しがあるんですよね。聞いたらねすごい良かったですね。ちょっと他のストリーミングサービス今4社契約してるから いいかなと思ってたら、あまりに音が違ったんでダメだと、これはもうやっぱり契約せざるを得ないっていう風に今思ってますんで、そのブルーサウンドノードからこちらに入れて、でこっちでも深夜に聞いてみたし、こっちで今朝もね聞いてみたんだけど、まあまあ自然だよね。やっぱ天然木シリーズいいよね。ピアノを聞いたんですよ朝。もうねピアノがあるよそこに。本当にすごいんで、昨日ちょうど私話がね、音楽の方に行きますが、あのガルシア・ガルシアさんっていう、まあ、ガルシアさんでいいと思うんですけど、マルティン・ガルシア・ガルシアさんっていうピアニストさんがいて、彼のリサイタル行ってきて、もう本当に素晴らしくて、その余韻の中でこう鳴らしてね、彼の録音をこばずにあったんで、新しいアルバムが、そう、それでね、こう余韻の中で聞いてがっかりしたくないじゃないですか。やっぱ録音だと音硬いなとか、あのやっぱりビビッドな感じはないとかなると、すごいそれはちょっとね、リサイタルの翌朝は寂しくなっちゃうからあんまりやりたくないけど、やってみた。すごい良かった。自然なんだよ、はあ、昨日の余韻というか、あれがね、蘇るよね。昨日コンサートホールにいたあの感触が。ガルシアさんはあの前回のショパンコンクールで3位、すごく良かった。コンクールの時はちょっとすごいきらびやかで圧倒的な個性すぎて、もうどぎも抜かれてってなったんですけど、ワルシャワで取材をしていた時に、
あまりにもちょっと突出してましたね。音色がとっても明るくてチャーミングで、もう本当笑いながら聴けちゃうみたいな感じで、ショパンかどうかっていうと、うんみたいな感じだったんですけど、もうやっぱりね、若い方はね、本当にどんどんいろんなこと吸収されて、もうショパンコンクール、やっぱりね、入賞者はその後のもう激務というか、もう世界中でいろんなステージで演奏するから、すごくね、あの音楽家として2回り3回り50回りぐらい、あの成長されちゃうと思うんですけど、ガルシアさん昨日のサントリーホールは素晴らしかったですね。単に明るいだけじゃなくって、そこにね、こう湿度をいつまでも引きずらない悲しみみたいなものも宿っていて、私ガルシアさんのこれプログラムノートは書かせていただいて、ありがとうございます、光栄でした、という、あのそういうね、素晴らしい演奏家の方の録音をこばずで、いい音で、こっから朝から聞いてね、浸れましたよ。はい、というわけで WAF 高めシリーズのお話ということで、今日はお借りしている47研究所さんのモデル4749あられご紹介しました。13万2000円、この入力付きは13万7500円か、欲しいね買おうかな、どうしようかね、はい、というわけで、47研究所さん体験させていただいてありがとうございました。あの一つお知らせもあります。これは私の個人的な YouTube チャンネルなんですけど、一つですね、あの別のチャンネルといいますか、メインはポッドキャストの番組なんで、あの音声で聞いていただくものになるんですけど、 YouTube でもあの喋ってるところが映像で流れる番組がスタートしました。大人の音楽三昧っていう、ものです。それはですね、日本コロンビアでプロデューサーをずっとこうなさっていらっしゃる岡野さんという男性と、それから私があの仕事部屋で使ってるプレイヤー、レコードプレイヤーをあの購入させていただいたお店さん、銀座にあるサウンドクリエイトっていう超おしゃれな、お店でですね、店長をなさっていらっしゃる京子さん、この3人、私とその3人で音楽についてこうすごく伸びやかにゆるゆるとあの楽しく喋り続けるという、そういうあのポッドキャスト番組が始まりました。概要欄にちょっと URL など貼っておきますので、ぜひ、お時間ある方は聞いてみていただけると嬉しいです。ではではまた。